照明会よりもパークスよりもキャップスよりもは出ないか、それよりも誰よりもアリアですよ。MSI でブレイクするのは誰か、もちろん LJL 代表デトネーションフォーカスミーです。過去6回 LJL を優勝している彼らは、なんと今年レギュラーシーズンで2回しか負けていません。例年とは一味違います。 V3 スポーツに対しても昨年のリベンジマッチをきっちりと果たし、王座奪還を成し遂げました。強いデトネーションフォーカスミーが戻ってきた。 LJL2021 スプリングスプリット、王座奪還、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。照明会よりもパークスよりもキャップスよりもは出ないか、それよりも誰よりもアリアですよ。エルジェルで圧倒的な力を見せてくれた彼は、アイスランドを熱く盛り上げてくれるでしょう。皆さん、 MSI でブレイクするのはエルジェル代表デトネーションフォーカスミーです。